はようございます。レイさんのパジャマまだ着てない。あの長袖やからさ、ちょっとまだ暑いかなと思って、もうちょっと寒いって涼しくなってきてから着ようかなみたいなのを考えてるけど、チカッパまであと少しね。もう1週間もないからね、チカッパまで。ゆりゆりチカッパ天気来そうね。多分あきら先生の場は次第やけど、あきたんのその日の機嫌次第。機嫌なんかパワーなんかパワーか。おはようございます。パワーが弱ければ雨は降らないってことよね。つまりは雨男やから、あきら先生は。あきら先生のパワーが弱くて、てんちゃんのパワーが強かったら晴れる。はず、晴れるはず。でもパワーのね、弱さはもう調節できひんから祈るしかないもん。あたびーやっほー、天ちゃん晴れ女だよ。うん、晴れてか、なんやろ、晴れ女なんかわかんけど、運幸運、運いいやん、天ちゃんだから。なんかそうね、それでもみんな、なんかてんちゃんの幸運さにが、そう、幸運さが働いてほしい。水曜日だ。真ん中で喜んでる。ケーキだけってすごいね。またさ、次さ、まあ呼んでいただける時もさ、なんか前まではさ、もうずっと一番下やったやんか。一番下の時になんか、チカッパ祭りにね、呼んでいただいてたんですけど、今10期生入ったから、なんかこれまた次呼んでいただけるときに9期呼んでいただけるのかなっていうのが心配。そう、もともとチカッパ祭で1
一番最初にチェックアップさ出させてもらった時はなんか運営の方がね休憩出しますみたいな感じでやったんですよ。でもなんか2回目からは出てほしいです、休憩出てほしいですみたいな感じで呼んでいただいてて、裏休憩さん見るの、裏休憩って言うんやあれ裏ナンバちゃんのやつ、ねえ10期生って嫌やな、ずっとさ9期生のフェスがいい。いや星なってる、ないないないと思う、俺は死ながってる忍者屋敷、忍者屋敷甲賀、甲賀であってる、伊賀え、どっちでもないんちゃう、あれどこやったっけ、三重の、え、何やったっけ、忘れた、他にないっけ、もう伊賀じゃないね、伊賀じゃないくて、だからこの2つ以外に忍者のところがないなら、その甲賀っていうものひとこかもしれん。読むのこれ分かんない、もういいや、ちょっと分からないです、意外ともう一個読まれへん、明日から連休だから今日の夜ゆっくり寝る、見るねかああれです、あ裏休憩か、伊賀は三重、甲賀滋賀、あでも三重の方やけど伊賀じゃない、三重やけど伊賀じゃない、ほうもう一個の方滋賀ではない、三重の伊賀じゃない方だからどっちも違う、甲賀、あ甲賀か、甲賀っていうものね、だからどっちでもないです、わなんてとこやったっけ、忘れた、昨日見ようとしたら気絶しちゃった、あららららら、じゃあゆっくり見える時にね、お、あの起きてる目が覚めてる、ゆっくり見える時、私は祭り行けた、うん、アミと行った、あの万博のさなんかでっかい夏祭りに行った、
なんかそう、アンミとお泊まり会した時にちょうどなんかね、その万博のお祭りってこの期間からこの期間じゃなくて、なんかオンラインお話し会みたいな感じで、この2日間この2日間この2日間みたいな感じでね、なんかいっぱいあんのよ期間が。この3日間この2日間この3日間この2日間2日間開催中ですみたいな感じでいっぱいやってるのね、なんか定期的に。だからちょうどね、アミと行った時に、アミとお泊まりした時にちょうどやってたから、行こっかって言った。着いたら何食べる？食べますか？私一回聞いた。いや、あやみ何食べるかな。絶対なんか定まってないな、マジでその時の気分で食べるから。でも絶対食べるのは何やろ、水飴とかかな。あとタコせんも食べ、タコせん絶対食べるわ。戻ってきた。食欲座るな、かわいいね。釣れるポップコーン飛ばした。ポップコーンないな、ないないよ。飛ばしたのあやみじゃないし、あみだし。お祭、あ、ちょ、お祭りじゃないわ、映画や。リンゴ飴とかチョコもない。リンゴ飴はね、あのね、カットされてるやつしか食べれへんから、なんかお祭りでは食べへんな。そういうなんかもうちゃん、なんて、そう、リンゴ飴屋さんとかで食べる。チョコバナナも絶対食べるな。確かに食べるわ、それは。なんかお祭り行くときはなんか大体なんか何やろ、2パターンあって、その晩ご飯を食べてなんかデザートとかいろいろお祭りを楽しみに行くか、さっきご晩ご飯をちゃんと食べちゃってパパッとねお祭り行くか、もうお祭りで晩ご飯を食べ、なんか晩ご飯焼きそばとかさ結構あるやんか、そういうの食べちゃうかみたいな、結構ねあるんですよ。マヤミと行った時はもう晩ご飯先に食べちゃった知らん間に。ナンバのあちこちにキャンディーアップルがオープンしたねキャンディーアップルもさ、けどなんかリンゴ飴屋さんが多くなったよな。富士とか何々すくいのが好きやった。あー、あやみでもねあんまり遊ぶ系やらんかも。うん、なーに。お、397すごい。そろそろ終わりにしますかね。ちょっとすごいの舐めてる。タミヤとところの店めっちゃ並んでた、歩きにくい。あ、なんかイチゴの店になってたよな、可
可愛かったし美味しそうだった。結構いちごのなんかいちごのソフトクリームとかいちご飴とかいろんなものあった。見てみたけどちょっと。誕生日まーす。来ます。13位ハマちゃんまさんありがとうございます。12位アプロさんありがとうございます。11位セイキさんありがとうございます。10位オナフヒトさんありがとうございます。9位佐藤くんさんありがとうございます。8位ナルさんありがとうございます。7位タツニヤさんありがとうございます。6位マスオさんありがとうございます。5位デコマチビトさんありがとうございます。4位高松さんありがとうございます。3位ひろしきさんありがとうございます。2位よっしーさんありがとうございます。そして1位はきびだんごさんでした。ありがとうございます。なんか走ってた。ありがとうございます。パサイに来ます。お、ありがとうございます。だね、書きましょう書きましょう。21ですね今日。何曜日？水曜日か。かわいい、このエネルギーのやつ。48って書いてる。可愛くできた。よし、じゃーん。今日の1位はきびだんごさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日も同じく7時からです。ではありがとうございました。バイバーイ。